どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、とうとう、JAL がですね、ヘアバス350ダッシュ1000、え、導入日をですね、発表いたしましたので、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。はい、ということで、JAL はですね、このね、ヘアバス350ダッシュ1000ですね、2023年の11月下旬にね、え、導入するっていうのを、もともとね、発表していたわけなんですけども、まあ、それがね、サプライチェーンの乱れかなんかで、えー、延期になってですね、年内をね、 メドに就航しますっていうのを発表してたわけなんですけども、結局ね、年内の就航もできず、結局ね、2024年の1月にね、まあなってしまったって言ったがちになるんですよね。で、今回ね、発表された日付なんですけども、2024年の1月の24日からですね、羽田ニューヨーク路線に確実運行でね、導入されるっていうふうになっておりますんで、 このね、新しい機材ね、乗りたいよっていう方はですね、ぜひね、発見していただければな、なんていうふうに思います。ということで、まずね、発表された公式サイトね、えー、見ていきたいなと思います。はい、ということで、こちらね、ジャンルのプレスリリースで発表されているわけなんですけども、エアバス350ダッシュ1000型機、1月24日より、えー、羽田ニューヨーク路線就航へということで、またね、今回、えー、1月24日から羽田ニューヨーク路線就航するんですけども、ニューヨークの次はですね、私はね、あの、 ヨーロッパ方面かとね、思っていたわけなんですけれども、次の路線はね、ダラスなんですね。こちらはね、結構楽しみですね。私もダラス・フォートワース空港行ったことないんでね、ちょっと行ってみたいな、なんていうふうに思っていたわけなんですけれども、まあ、こういった形でね、発表されたんですよね。で、リリースの概要ということで、3号機を導入を機に2点目として、羽田・ダラス・フォートワース線に導入いたしますということで、エアバス350-1000ダッシュ線で運行する日本出発便の燃料搭載 量の1%相当を ASF に置き換えますっていうこれ確かあれですよね 環境に優しい系のやつじゃなかったでしたっけで、1月24日、エアバス350-1000の就航に合わせて、国内線、国際線の全路線にて、12年ぶりに、高級のビデオをユニーアルしますということで、こちらもね、ぜひね、注目していただきたいな、なんていうふうに思います。こちらね、ビデオ変わるんですね。これもね、結構楽しみですね。で、今回ね、発表された詳細なんですけども、JAL は国際線新型機、エアバス350-1000型機、 の、えー、羽田ニューヨーク路線、JL006 便と JL005 便への就航を2024年1月24日より開始します。また、2号機を2023年度内に導入し、えー、当該便をエアバス310-1000で毎日運航いたしますということで、こちらね、1月の24日からですね、羽田ニューヨーク路線ね、えー、就航するわけなんですけれども、こちらね、2号機を入るまではですね、えー、確実運航っていうふうになりますんで、1月 24日からね就航するわけなんですけども、まあ、1日おきにですねこの新しい エアバス350がね、導入されるっていう風になりますんで、もしね、ちょっと後でね、予約画面は見ますけども、このね、新しい、ね、エアバス350-1000で、ね、利用されたい方は、この便をね、予約するようにしていただいて、予約詳細でね、このエアバス350、エアバス351になってると思うんですけども、こちらをね、ぜひチェックして予約ね、入れるようにしてください。で、またね、2023年度台にはですね、エアバス350-1000でね、 毎日運行しますっていう風になりますんで、こうなればね、かなり取りやすくなるのではないのかな、なんていう風に思います。またね、えー、さらに3号機目、受領後は2点目として、えー、ダラ、羽田、ダラス、フォートワース線にね、導入することを決定しましたっていう風になっております。ですので、えー、こういった感じになるんですよね、えー。羽田からニューヨーク路線で、次が羽田からダラス、フォートワース。 これね、結構意外だったんですけどね。シカゴ。これ結構意外だったと思うんですけど、皆さんそうでもないですかね。次、どこ入るんですかね。ダラス・フォートワース入った後ですね。非常に楽しみですよね。まあ、こちらの方はね、多分取りやすそうですよね。 ま、こういった形になってるんですよね。で、今回ね、アバス350ダッシュ1000ね、ファーストクラスの客室がこういった形、ビジネスがこういった感じ。で、世界初のね、内蔵スピーカーのヘッドレストということで、これね、どうやら、あの、ヘッドホンをつけなくていいらしいんですよね。これもどんな感じかね、非常に楽しみですよね。で、また、後期降りる時のね、ビデオがニューアルされるということで、12年ぶりっていう風になるんですよね。 で、好きな安全ビデオは特に変わんないんですかね。今まで通りなんですかね。はい。こういった形になりますんで、こちらもね、ちょっと注目したいですよね。 で、またですね、今回ね、エアバス350、えー、羽田、ニューヨーク路線のね、ダイヤなんですけども、えー、こういった形になっておりまして、羽田、ニューヨーク、えー、JL006 便、JL005 便、羽田、ニューヨークが11時5分発の、えー、11時着で、ニューヨークから出発が12時40分発の17時15分着ということで、えー、就航日はね、2024年の1月の24日っていった形になります。で、販売開始はね、12月の11日、本日からね、航空券の販売時代は開始、ね にななるっっててていう風になっておりまして特典航空券もねもう予約できるようになっておりますので、まあ、もしね利用されたいっていう方はぜひねこちらチェックしていただければなと思います、まあ、注意しておいていただきたいのは、えー、しばらくの間はですね、えー、確実運行っていうふうになりますので、えー、東京からニューヨークねまず羽、ね、田ニューヨーク路線ねあの1日2便飛んでますしまたねあの毎日運行じゃないんでね新しいねこのヤバ三350ダッシュ線で、ね、乗りたいよっていう方はぜひね機材をねチェックしてからね予約するようにして いただければなと思いいますいや、こういった形になりまして、えー、とうとうね、羽田ニューヨーク路線、就航1月24日から開始になりますということで、ちょっとね、こちらにね、あの、カメラね、戻させていただきますけれども、私ね、今、えっと、サファイアを持っておりまして、で、あの、空席待ちをね、年内からずっと入れてるんですよね。で、年内に関しては、一回落ちてきたんですよね。 で、落ちてきて、ファーストクラスの空席待ち。わ、来たと思って、これで就航日が当たればね、まあ私は利用することができるし、まあ動画も撮れるということで、やったっていうふうにね、思っていたわけなんですけども、その後にですね、1月のね、延期が発表されて、わーっていうふうになってたわけなんですよね。で、またですね、土地が明けて、1月の9日まではね、この新規就航しませんということで、1月の10日以降のね、空席待ちを、まあ、全部入れてたんですよね。東京からニューヨーク路線。 で、ニューヨークから東京路線。で、正直、1月の9日まではですね、新規就航しないっていうのは、もうね、報道機関の発表に出ておりまして、まあ、1月の10日以降からえ入れておりまして、ですけどもえ、実際ね、いつに就航するかっていうのは分かんないわけじゃないですか。ですので、まあ、とりあえず全部入れて、まあ、空席待ちが落ちてきたところをもう発見するしかないなっていうところで、入れていたわけなんですよね。で、落ちてきたんですよ、ファーストクラス。空席待ち。1月の。で、 1>, 1月のね、空席待ちが落ちてきて、うわ、来たと思いましてね。はい、また、これでファーストクラス乗れると、新しいのが。で、しかもね、動画も撮れる。やったって思ってたわけなんですけども、えー、残念ながらですね、私がファーストクラス撮れていたのは、2024年の1月の12日なんですよね。で、今回ね、新規就航発表されましたけども、1月の24日ということで、前のね、トリプル7のファーストクラスっていう風になりますんで、えー、ちょっとね、 あの、申し訳ないですけども、今回ね、キャンセルさせていただいて、またね、空席待ちに入れさせていただきました。ちょっと私がね、いつレビューできるかね、正直わかんないんですけども、またね、ファーストクラスとかね、ビジネスクラスね、ちょっとどのぐらいのスパンでね、乗れるかちょっとわかんないですけども、ま、もしね、空席待ちが落ちてきたらですね、またね、動画出したいな、なんていう風に思いますので、ぜひね、楽しみにしといていただければな、なんていう風に思います。で、ちょっとね、予約画面の方ね、見ていきたいな、なんていう風に思うんですけども、 今回ね、1月の24日からね、新規就航っていう風になりますので、えー、っと、1月、こっちですね。1月に東京かニューヨーク、ファーストクラス。まあ、こちらで、ね、ファーストでもビジネスでもエコノミーでもいいんですけれども、このね、ファーストクラスはまだね、シーズン制が導入されているんで、まあ、最大でもね、8万5000だったかな。えー、っと、7万8万5000とかでね、発見することができるんでいいんですけれども、ビジネスクラスとかね、あの、ダイナミックアワードになっておりますので、 多分、必要マイル数ね、結構とんでもないことになってると思うんですよね。はい、こんな感じですね。今ね、えー、っと、こっちですね。25万1000マイルですね。<laughs> いやー、えぐいですね。で、このね、 気をつけていただきたいのは、東京からニューヨーク路線ね、あの、行きも帰りもね、1日2便出ておりまして、注目していただくのは、ここですね、エアバス351って書いてあると思うんですけども、これがね、新型のエアバス350ダッシュ1000型機っていう風になりますんで、この351って書いてあるやつをですね、乗りたい方は、こちらを選択して予約ね、するようにしてください。1日2便飛んでおりますし、まあ多分、ここを見ればね、わかると思うんですけども、まあこれ何も考えないのでね、発見してしまうとですね、まあ前のね、 機材になってしまうっていう風になりますんでね、コルテンは注意していただきたいななんていう風に思います。で、またですね、東京からニューヨークから東京ね、こちらもね、ぜひ空席待ちね入れたいよっていう方はこっちもね入れていただくのがね、おすすめってい形になります。 はい、こちらもね、えー、今のところ、えー、こっちですね、えー、25万1000マイルということで、まあ、非常にね、必要マイル数は高いわけなんですけども、これね、ファーストクラスとかにするとね、あの、ファーストクラスはね、ダイナミックアワードまだなっておりませんので、えっと、7万5000とかでできるのかな ?1 月だと。あ、7万ですね、はい。こういった感じでね、利用することができるっていうふうになりますんでこ、帰りもね、あの、一度同様ね、 二便飛んでいるっていう風になりますんで、こっちのね、351って書いてある方がね、新型の機材っていう風になりますんで、 こっちにね、あの予約するようにしてください。まあ、今回ね、もう日付が発表されておりますんで、まあ、しばらく空席待ち入れてもね、まあ、空席待ちは落ちてこないと思うんですけども、まあ、もしね、特典で空席待ち入れたいよっていう方は、こちらをね、351ね、チェックしていただいて、予約ね、入れていただければな、なんていうふうに思います。確実運行っていうふうになりますんで、1月24日にね、就航しますよね。で、東京とニューヨークの時差は14時間だったかな。まあ、行った日に着くっていうふうになりますんで、一月24日、 に就航して羽田からね1月24日出発するんですけども到着するのは1月の24日っていう風になりますんでこの日からねあの2日おきにねあの新しい新機材が飛ぶっていう風になりますんで行きも同様ですけどもねこの 2日おきにね、検索していただければ、このね、新しい新機材のね、飛行機出てくるっていう風になりますんで、まあ、こっちに者ちゃうとね、旧機材になっちゃうんでね、これだけ注意しといていただければなと思います。はい、ということで、今回ですね、JAL がね、とうとうエアバス3 5 0 1 0 0 0型機ですね、2024年の1月の24日からね、就航開始いたしますということで、 発表がございましたんでね、えー、動画撮らせていただいたわけなんですけども、いやね、これね、発表されてね、1月の24日って日付を見た時にね、膝から崩れ落ちましたね。せっかくね、1月のね、空席待ちってもうね、私落ちてこないと思ってたんですよね。やっぱりこの、JAL がね、新しい、 ね、このエヴバス350出して1000をもう1月にね、導入するっていうのを発表しておりましたし、またね、あの1月のね、9日までは就航しないで、1月の10日以降ね、就航するっていうのはね、発表されてたんで、まあもう無理だろうな、なんていうふうに思いながらね、この空席待ち全部入れてたわけなんですけども、まあまさかね、落ちてくるとは思ってなかったのでね、非常に喜んでたわけなんですけども、いや、残念ながらですね、そんなうまくはいかなかったですね。ということで、1月の24日ですね、 カナニューヨーク路線ね、新しい新規税ね、飛ぶっていう風になりますんで、ぜひね、気になる方、利用ね、していただければな、なんていう風に思います。ちょっと前にですね、あの、70周年記念で、あの、特典航空券のセールがありましたよね。その中にね、東京、ニューヨークってあったんですよ。で、1月の下旬とかね、3万5000とかでね、減額マイルキャンペーンが出てたんですよね。 いやー、その時ね、私取っとけばよかったなって今ね、すごい思ってます。というのも、その時はね、まだあの、羽田ニューヨーク路線が年内に就航するって話だったんで、まあ私はね、いやちょっとね、あの年内に就航するのに1月にとってもちょっとしょうがないなと思って私取らなかったんですよね。いやねーね、 失敗しましたね。そしたらね、3万5000とかでね、ビジネスクラス、この新型機乗れてたかもしれないっていう風になりますんでね。いや、ちょっとこれはね、まあ、残念。あの、タイミングがね、悪かったわけなんですけども、えー、ぜひね、利用されたい方は、ぜひチェックしていただければな、なんていう風に思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますんで、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。